橋本学2月5日隊は、自由民主党所属の衆議院議員、自由民主党岡山県連会長、厚生労働副大臣、厚生労働大臣政務官、自由民主党外交部会長、自由民主党厚生労働部会長などを歴任。大日本ビールの常務を務めた橋本太郎の彦、厚生大臣、文部大臣などを歴任した橋本良子の孫。 第82.83大内閣総理大臣、橋本龍太郎の次男。岡山県総社市出身。後に、内閣総理大臣となる、橋本龍太郎の次男として出生。総社市立時は小学校、学校法人関西学園岡山中学校、高等学校卒業。1996年3月、慶應義塾大学環境情報学部、人間環境コース卒業。 1998年3月、東京王義塾大学大学院政策、メディア研究科修士課程終了。修士論文は、地方自治体による、電子地域コミュニティづくり現状把握と、先進サイト事例研究。大学時代は、石田治のもとで、社会調査法、金子育養のもとで、電子会議室による、住民参画の実践、三菱総研時代には、 村井淳のインターネット技術などを学ぶ。1998年4月、三菱総合研究所入社。2004年7月、静岡大学情報学部情報学研究推進室、客員助教授に就任。2005年8月、情報社会政策研究チームの研究員を務めていた三菱総合研究所を退社。同年9月、 第44回衆議院議員総選挙に、父、龍太郎の地盤を継ぎ岡山四区より出馬、民主党公認の湯ず道義に敗れたが、比例中国ブロックで復活し初当選。83回に加入。2009年8月、第45回衆議院議員総選挙で再び、湯ずに敗れ、比例復活にも届かず落選した。二千十二年十二月、 第46回衆議院議員総選挙でゆずきを破り、国政に復帰。2014年9月、厚生労働大臣政務官に就任。同年12月、第47回衆議院議員総選挙で参戦。2015年10月、自由民主党外交部会長に就任。2016年8月、厚生労働副大臣に就任。2017年8月、 自由民主党厚生労働部会長に就任。2017年10月、第48回衆議院議員総選挙で4選。2021年4月23日、選挙区内の行事で衆議などの名目で現金を配った疑いがあると明らかになったことを受け、菅原和弘が衆議院厚生労働委員会の与党筆頭理事を辞任した。同日、公認に橋本が就任した。 左から、おじ、大二郎、祖父、両後、父のまま母、ただし、父、龍太郎実家、かじか、ありがとうございます。